はいどうもガクターですあの超無敵クラス見ましてですねすごいねかまいたちさんと指原さんがあの出てる世の中でなんか特番で何回かやってたんですけどその10代の,あの女子高生女子あとか男子高生の今のトレンドだったりとか、えっと、そういうんかティーンの <laughs> テ,ィーンテ,ィーンティーンっていうかまあその10代のねあの番組なんですけど。 もももとと最近本当に見てないんですけど「恋入り屋」僕めっちゃ見てる時があって「なんか今日好き」とか「ABEMA」でね「今日好き今日好きになってもいいですか」とか「週末恋する週末ホームステ恋捨て」とかあと何だっけえっと「まあ狼」なんですけどそれのに出てた子が前出てたんですけどもう10代とかじゃなくなったら出ないっていうのもあるしもう知らない人 に変わってたそうひな壇が女の子とか,なんかピンポーンってやるあの子とかは知ってたんですけどなんかあの「恋捨て」にゲストで出てたんであのピンポーンってやる子とかゆうちゃみさんとかハニポテちゃんだかな,なんかそんな子らへんのは知ってたんですけどもうなんか本当に知らない子に変わってた。 うん、多分京介か恋して出てんだろうなって僕はあんま見てないんであれなんですけどでもやっぱりなんかほんとサイクルが速いね、うん、あの10代の,あのトレンドサイクルが早いだと今流行ってるのがなんかあのエモい、えー、ものなんであのなんかバス,ラバ,スバスラーメンっていうのが入ってるんですってなんかバスの中でラーメン出すそのバスラーメンっていうのが流行ってるのとあとは何流行ってるっつって,言ってたっけなあとクマ クマのなんかあのケーキ熊の顔をこうチュッとつまんで顔をクマにするケーキが流行ってるんですってだからあのまあもう逆に言うともうこれでテレビ出ちゃったらもう遅いかなぐらいなんでしょうね。うん、なんですけどそこら辺が流行ってるらしくて。 であとなんか合体企画みたいなので日清のカップヌードルとかラーメンとかいろんなの混ぜてオリジナルのやつ作ってたみたいな感じなんですけどまあでもやっぱり早いわああもうほんまに早いサイクルがでもめっちゃ勉強になりますよ前とかなんかあの YouTube でトラックの運転手さんが食べるなんかあのえっとご飯とか見るのが10代の女の子で流行ってるみたいな可愛いいとかあとスーパーカーに。 に流行ってるみたいな今昭和がブームとかって言うんですけど実は別にそのリバイバルブームでこの間のね「あの週刊のマツコとさんまさんのやつ」でもなんかリバイバルブームとか言ってたんですけどそうじゃなくてなんかやっぱり他のの今インスタ映えとかなんて全然面白くなくてそうじゃなくてみんながやってないところでこういうのおしゃれでしょっていうのをがやっぱりエモいにつながるんですよね。まあ、本当なんか裏切りというかここ来たかみたいなここセンスいいねこれ知ってんだみたいな。 僕らがちっちっゃゃいい時ででもそうじゃないですかなんか大人な笑いというかちょっと年代上の笑いについていくのとかってすごいあの楽しかったしそういうのでちょっと鼻高々というかちょっとマウント取れたりしたんですけど今の子たちってやっぱりちょっとなんかこうプレイバックというか昔になることによって他の人って。 とのその価値観を裏切れる感じバスラーメンとかっていうエモいって結局エモーショナルとかなんか感情動くとかなんですけどなんかこうワクワクしてこう裏切れるみたいなのが多分いいんだろうなっていうのが思いましたねうん。なんか一つ一つ違うとこう違いを出したいんでしょうねなんかクマのケーキとかもなんかチュってつまんだら顔が一個一個違うんですってうん。だからそれもなんか違い出したいんだろうなみたいなのが思ったりした多分そのうち白黒の江戸 江戸,江戸は言い過ぎかな白黒の昭和の映画とかだってフィルムカメラとか入ってるじゃないですかどんどんまた遡っていくんでしょうね白,白黒映画とか流行ったりするんじゃないですかそのうち本当にとかオードリー・ヘップバーンとかあのそこら辺流行ったりするんじゃないですか逆に昔の昭和のキネマ俳優とかなんか極道の女たちとかなんかなんだっけなあの本当に。 なんかそこら辺のなんか人気映画とかもう一回流やりそうな感じもしますけどね、うん、なんかそれがまたいいみたいな感じで流行るんでしょうねうんなんかだからもうポップで分かりやすくてみんなが知っててなんてのは多分今の10代の子たちは全然あの響いてこないんだろうなっていうのは「超無敵クラス」見てて思いましたねはいもう皆さん是非見てください「超無敵クラス」マジでいい番組なんで。 本当に、もうこの超無敵クラスの番、無敵クラス見ないとマジで、あの、ついていけないと思います <laughs>。変わった番組なんで、あの、僕は特番の時からずっと見てたんですけど、ぜひぜひ見てみてください。面白いと思います。以上、ワクワクタイルでした。